たら最近頭に来たことがあって、皆さんどう思われるかなと思って、まあ前から頭に来てることはたくさんあるんですが、新近鉄にも行って絶対降りるなよって言ったんですけどね、戦前の徴用工の裁判があって、それについて日本で提訴したものは全部日本が却下して、まあ、確定してるんですが、韓国でまず勝訴というか、その大審院が差し戻しにして、で高裁で日本の企業側が負けて大審院に回るという事件がいくつか起きちゃったんですね。でこの徴用工がおかしくて、私は昭和元年生まれの母親を持ってるんですけど、で父親は大正10年ですから、当然その戦争に行かなきゃいけないところをうまく理科系だったんで、江田島の兵学校で教えることによって、それを軍役にカウントしてもらって、つまり海軍の、だから海軍の軍役を2年ぐらい持ってるんですが、だから実際に戦争に行かずに済んだんですが、母の方は戦前は非常に珍しかった女子大生だったんですよ。東京女子大ですよね。60人ぐらいしかいないのかな。で同級生に森花さんがいたんですけど、週にもう授業できないから週に3日織物工場かなんか知りませんけど、そういうところに働かせに行かされて、それも徴用って言われてたんですよね。だから徴用工って何なのって言ったら、そんなこと言ったらみんな学生は当時学校やらないでみんな徴用されてたんですよ。で当時は大陸も日本でしたからね。じゃあどこまでのことが増えてるのって言ったら、ちょっと違うと思います。でまたそのイメージを従軍役と同じように、いかにも無理やり連れてきてね、ああ野麦峠みたいなことを働かしたみたいな、そうじゃなくて日本人全体がみんなやらされてたと聞いてますよ。実際両親からも聞いてるし、その年代の方も大体亡くなってますけど聞いてますが、みんなひどい状況だったわけですよね。でその当時は、じゃあ後でその話はいろいろでまた今度ですね、商船三井の船が差し押さえられたんですね。ただこれはちょっとまあ、でこれはまあ戦争だったんだから、それも含めて一括でないのということを言ってるんだけれども、まあ、そのこれは初めからですね、日本で提訴されたんじゃなくて、中国側でやってたんですよ。日本では当時その借りさせられたなんたらコースの代表者の方の相続人がですね、東京の簡易裁判所に調停を申し立てたが不調になって、で東京地裁に損害賠償請求を出したけど、地裁は時効で消滅したということで棄却したんですよ。だからそもそも訴える理由がないという却下と違って、時効で消えたっていう棄却だったところから見ても、まあ、やはりちょっとこれは徴用工の給与不払いと違うのかもしれないなという部分はややあるにしても、でそれで控訴してまた取り下げで確定しちゃったんですが、1987年中国の民法で新しい時効制度というのができまして、この頃中国は急激に突然その証券取引を作ったり上海の取引を作ったり、その時にも私が証券局の係長だったので習いに来たら喜ぶんですけどね。でなんで株には確定リスクがないんだって言われて、みんなで椅子から落ちましたけど、2日間一生懸命株についてね説明したんですよ。で2日間終わってね、入って手を挙げられて、なんで株式には確定リスクがないんだって言われたら、みんなダメだなこの国と思ったら、実際やってみたらすごいブームになっちゃって、日本よりよっぽど活性化しちゃったんで、人たちはやっぱり賭博性に強いですよね。非常に商業的だから向いてると思いますよ。もともと香港があるから、サッチャーが言ってましたけどね、ロシアと違うと、国はもともと非常にコマーシャルだからすぐになるよって言ったら、それはその通りだったんですけど、その頃に全部商業法を入れたんですよ。その時に時効制度っていうのを入れて、今までで時効制度になりそうなものを88年中に訴えなさいって言って、そこでわーっと訴え始めたのがこれで、やり始めてどん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 、その当時大東海運って言ったんですけど、それがナビクスラインになって、ナビクスラインを吸収合併したのが商船三井で、商船三井としてはだからなんか知らないで買ったらその箱の中に変なもの入ってきちゃったみたいな、自分で当たって意識はおそらく全くないと思うんですね。でそれで上海の海事法院に債務不履行の損害賠償請求を出したら、それが延々と続いてて20年続いてて、でだん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 その額も大きくなっちゃって、29億賠償しろっていう審判決が出て、当然商船三井側は不服で上級審になって、で上級審でも負けて、でその最高院が再審をして、でその時に申し立ては却下になっちゃったから確定しちゃって、
やってるうちに何とか和解できないかと言ってるうちに原告側が示談交渉を蹴って差し押さえした。だからまあ29号ですから 不本意だけど朝鮮未遂から見て払えない額じゃないですよね。でその時点ではこれは徴用工とは違うので日本側が支払いを政府として止めたわけではないですよ。徴用工の場合はやっぱり国内で全部負けてて全然訴える利益がないと言ってて、それを突然ひっくり返してますから韓国が。これはこれとはやっぱりちょっと違うのかなとあると思いますよ、だけども突然差し押さえたっていうのはやはりオバマ大統領の来日のタイミングかなと私は思いますね。でそこで日米同盟がさらにまた強化されると。で最近はアメリカも意識して尖閣はあの日米安保の活動の範囲だということを言っている、そういうようなこともあるんじゃないかと思ってますが、私は特にそのこの問題については第三の解決があるかもしれません。会社側も和解しようとしたから。だけど徴用工については余地はない。これはもう絶対払うべきじゃないし、差し押さえしようとしたら逆にじゃあ分かったと、日韓基本条約は利用分だなと言ってこっちも逆にやる、で国際法廷に行くべきだ。そうじゃないと韓国の場合も先進国ですから扱いが OECD 入ってますから何を言っても通るもんじゃないと思います。ということを最後に申し上げて大体お時間となりましたんで、